かダメージ与えるためになんか付与してない？空対空からのリターンがすげえ高そう。見てみんなやばくない、このラッシュ。みんな見てラッシュやばくない、この速さ。しかも見てこの腕の太さ、バケモンやん、ケバブかと思ったわ。これどうやって終わるのこれ。これってある程度やんないと終われない？一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、トリコで待ってるな、こういうとこ。ついに目的の地にたどり着いたのであった。しんどそう。100万キロだからな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に1年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、着いたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。来た、あそこに海王様がいんだ。やった、やっぱりだ、うちがある。海王様の惑星マジおもろいよな。ここに海王様がいんのか。ドライブ行くっつって星一周するだけだからな。あ、どけー。おめは、海王じゃ。今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。バブルス君とかも強いから。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。おー、いいね。海王拳を。来た、海王拳。そしてあの必殺技を。アニメで見てるときマジで胸熱だったもん。これマジどうやって終わればいいんだこのゲーム。一生進んでいく。どうやって終わる、マジ。こっからシステム、あ、これだ。一回終わろう、疲れた。まあ、続きは明日やります。やばい、ストアにそして10年後が配信された。ちょっと待って、やめろやめろ、ネタバレやめろ。ふう、ちょっと最後にベガだけ見て一回終わろうかな。ベガはもう今日の12時じゃないの、見ていいの、もう公式から出された。ほんとだ、出てじゃん、カプコンチャンネルから。ちょっと見ようぜ、こういう系を早めに見とかないとね。いくよ。ラオウやん、もうラオウ。ラオウと同じことしてる。殺された男、ベガか。殺された男は俺がもらおう。かっこよ。面白い。長台形。通常技対空ぞ。ひねり潰してくれよ。2位から投げが入ってる。しかも投げからなんか付与してるぞ。え、なんかダメージ与えるためになんか付与してない？ V トリガー2のやつ付与してない？やば。これ薄いワンか2でしょ、絶対。いいぞ、暴れてみせろ。すぐに飼い鳴らしてやる。無様に泣くのに。ちょっと待って、ラッシュやば。玉抜けも持ってると踏んで隠発なさそう。うわー、 OD ダブル D から追撃かも。これ SS かで、空対空からのリターンがすげえ高そう。しかもここ長い。
さえ満たせるならそれでいい。おいいね。いつ追加、いつ追加なんだろう。6月26、もうすぐじゃん。あと18日後、3週間後。見てみんな、やばくないこのラッシュ。みんな見てラッシュ、やばくないこれ、やばくないこの速さ。しかも下段からこのラッシュ、やばい。これやばくない？端だよこれ。端から端に。DJ というか、まあ、どっちかというとジュリっぽい。長さ的にも。これはまた強そうな。今月末なんだ。早いね。これもやばそう。普通にサイコクラッシャー玉抜けも。ちょっと待って、玉抜けてんなこれ。創殺じゃないよ、抜けるんだ。しかもさ、なんかわかるこれ。これほら、なんか付与してんだよこれ、相手にサイコパワーを。多分これこの後爆発するでしょ。やばくない？ほら、ほら見た、今爆発したよ。まあでもむずそう。なんかこの爆発を利用してみた。いやでもやばそうだな。だって前まで駒投げでこれ付与してたのにさ。普通にコンボで付与してるのやばくない？やばい、マジで。空中、空対空からのリターンやばそうじゃね？これやばい、これやばい、これやばい。これコンボになっちゃうのやばい。我が力に卑劣せ。で強いね。しかも見てこの腕の太さ、ありえないぐらい腕の太さしてない？これ見て、これバケモンやん。ケバブかと思ったわ。このキャラが来るらしい。早いね。でも6月26って一瞬で来るじゃん。ベガ使ったことあるよ、5で。普通に使いたいベガは。てかベガ多分簡単だよ、多分みんな割とみんな動かせると思う。